コスプレビラ配り、お着替えの時間です。第一食堂アプリオ、料理部とのコラボ企画を予定しています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあさあこちらへどうぞ。もう引っ張らないでください。この後に及んで逃げたりなんかしませんから。よろしい。では、ぬぎぬぎしましょうね。って、着替えくらい自分でできますから。お、何ですか？どうしよう。はい？何ですか？いきなり。こちらの話ですから、お気になさらずに。すごく気になるんですけど。さっきから、私の胸あたりに向けられた視線が。いやはあ、目は口ほどに物を言うですね。ちなみにコスプレってどんな衣装なんですか？じゃーん、こちらです。メイド服ですか？はい、きっとお似合いだと思いますよ。まさか人生でメイド服を着る日が来るなんて思いもしませんでしたよ。もしかして無理させちゃってます？はい。いや、私はこういうノリって好きですから望んで参加してますけど、みそのさんは強引に巻き込んじゃったのかなって。いえ、それは確かに望んでというわけではないですけど、白崎さんの力になりたいというのはありますから。確かに白崎さんには放っておけないオーラがありますからね。先輩なのに。先輩なのに。ところで、いつまで下着姿でいさせるつもりなんですか？ああ、来ますから、メイド服。はい、どうぞ。どうですか？はい、バッチリです。どこに出しても恥ずかしくない、小悪魔風猫耳メイドですよ。それ、褒めてます？もちろん。それにしても、ご丁寧に首輪と尻尾まで。猫耳といい、この装飾に何の意味があるんですか？大ありですよ。猫耳のありなしで、メイドとしての訴求力は圧倒的に違ってくるのです。言わんや、首輪と尻尾や。そうなんですか。さあ、身も心も猫耳メイドになりきって、先ほど教えた決め台詞を。お奉仕するにゃ。最高です。今ここに真の猫耳メイドが誕生しました。二度と言いませんからね。それではビラ配りに行きますか。はい。